議員団の松葉英太郎でございます。私は新年度予算に関わって大きく5点について通告に基づき質問させていただきます。今定例会で示された新年度当初予算案は一般会計は対前年度比 3.1% 減の220億3000万円、これは子どものための手当の制度改正による4億円の減少が大きく影響し、全体として成長につながる戦略的な予算編成としたとのことです。しかし市民生活への影響という点から見てみますと、個人市民税は年少扶養控除の廃止等により、その影響はなんと約1億8000万円の負担増です。介護保険料、後期高齢者保険料の値上げ、幼稚園保育料の大幅値上げを含む使用料の見直しなど、市民の暮らしに大きく負担を強いるものとなっています。昨年の12月議会では我が党の小牧議員より宮本市長に実質初めての骨格予算となる新年度予算編成にあたっては市長選で公約された住みやすさと活力という立場に立って、市民の命と暮らしを守り地域経済活性化につながる予算編成とすること、また昨年の市議選において市民から寄せられた多くの要望、とりわけ今一番市政に望むことの第一に挙げられた高すぎる国保税や介護保険料の引き下げ、中学校給食の実施、乳幼児医療費無料化の拡充、コミュニティバスの導入、住宅リフォーム助成制度の復活などについて、これらの施策を新年度予算に盛り込むべきと求めたところです。また未曽有の被害をもたらし、今なお深刻な事態となっている東日本大震災、福島原発事故を受けて、福祉を守り、災害に強いまちづくりを予算編成の中心的課題にすべきと強く要望いたしたところです。国政では今大変混迷を深めています。政権交代した民主党に国民が寄せた期待はことごとく裏切られました。新年度の国家予算案は年金給付や子ども手当の削減で社会保障費を抑制する一方で、消費税の増税を大前提とする予算編成となっています。民主党が掲げていた国民の生活が第一といったスローガンはすべて総崩れです。ヤンバダダム建設再開、原発推進予算維持、軍事費増額など浪費をさらに拡大しながら、財源は消費税の増税しかないと、国民の生活はもう限界、もうこれ以上やっていけないと市民の悲鳴が聞こえてきます。こんな時だからこそ市民の暮らしを支え守る地方自治体の役割がこれまでにも増して求められています。住みやすさ日本一を目指す宮本市長にとって初の本格的な編成となる新年度予算ですが、住みやすさと活力をと大きく期待したものの、その中身を見れば残念ながら市民が長年要望してきたことは盛り込まれず、ますます家計を圧迫する予算となっているのではないでしょうか。市長の所信については小牧議員が質問をいたしましたけれども、それとも関連しますが、活力あるまちづくりという点で一点だけ質問をいたします。昨年12月に開かれた商工会議所建設部会の交流会では、市民の市内の業者の皆さんから大変深刻なお話を聞かせていただきました。仕事が減り廃業倒産が相次いでいる、何とかしてほしいという切実な声が相次ぎました。地域経済の活性化と中小業者の仕事起こしの観点から、私どもはこれまでから何度も住宅リフォーム助成制度の復活を要望しています。しかしこの件についても新年度の制度改正で太陽光発電を対象に加えたものの、その予算は2200万円から1400万円に減額となっています。住宅リフォーム助成制度を実施している県内の自治体では市民からの問い合わせが相次ぎ、増額補正を組み直すほどの人気があり、業者も市民も大喜びという状況です。
地域経済の活性化に大いに効果があると全国的にも試され済みのこの制度をなぜ実施できないのでしょうか。市民の暮らしの実態と地域経済の現状をどのように認識しておられるのでしょうか。またその対策をどのように考えるのか、市長の見解をお伺いします。私は住宅リフォーム助成制度復活すべきと考えます。市長の積極な答弁を求めるものです。市長、はい、それでは、松葉活力ある街づくりについて今2点のご質問いただきました。この2点についてお答えを申し上げます。まず第1点目の地域経済に対する現状認識及びその対策についてでございます。最近の景気動向は日本銀行の京都支店の発表によりますと、個人消費は持ち直し傾向にありますが、製造業の生産輸出は減少し、住宅投資は弱めの動きとなっておりまして、景気は足踏み状態にある、こういうふうな発表がされております。また滋賀県におきます1月の有効求人倍率、これは 0.63 と低い水準でございます。全国平均が 0.73 のところ、滋賀県では 0.63、こういった意味で低い水準にある状況でございます。そういったことから依然として地域経済は厳しい状況が続いているものと認識をいたしております。こうした状況の中、本市におきましては昨年9月に企業立地促進条例を改正をいただき、工場の建て替えまた移設を行う場合にも奨励措置を講ずる、こういった改正をいただいたところでございます。これに加えまして県セーフティーネットの信用保証料の助成を、これを引き続き実施し、さらに今年度は緊急経済対策として創設をいたしました耐震改修住宅エコリフォーム工事促進助成制度、これをですね、充実を図りまして太陽光発電システムの設置のみでも助成の対象に加えるなど見直しを行うことによりまして地域経済の活性化に取り組んでいきたい、このように考えております。続きまして2点目の住宅リフォーム制度の復活についてでございますが、耐震改修住宅エコリフォーム工事助成制度につきましては、地域経済の活性化と合わせて安全安心環境エネルギー、こういった施策を進めるものでございまして、以前の住宅リフォーム助成制度を復活することは考えておりません。以上答弁とさせていただきます。1番、松葉栄太郎君。今、今度の新年度では、太陽光発電を拡充して、地域経済の活性に取り組むということでしたけれども、私、思うんですけれども、それではなかなか実際に利用されることは少ないと思うんです。市長は、施政方針でもこのように述べられました。活力のあるまちづくりの2点目に、地域経済の成長と雇用の創造についておっしゃっておられます。市民が安心して暮らすことができ、町を元気にする活力を生み出すためには、地域経済の発展による税収と雇用の確保が必要であると認識している。まさにその通りであり、私も同感でございます。しかし、市長が今言われましたように、力を入れているところは、企業が移転建て替えでも対象になる企業立地促進条例を改正したり、企業誘致ばかりに目が行き過ぎて、肝心の地元企業、とりわけ中小零細自営業者の実態や大変さの認識が足らないのではないでしょうか。小さな業者にも光を当てることが地域経済を押し上げて活力のあるまちづくりにもつながると私は考えます。雇用を支えているのは 70% は中小業者です。こういう景気の悪い時こそ、その支援策として今全国330の自治体が成果を出している
一般リフォームでも対象になるこの住宅リフォーム助成制度をぜひ復活すべきだと思っています。住宅関係が活性化すれば相乗効果で関連業界も元気が出てきます。なぜすべてを対象にした制度ができないのか再度お伺いしたいと思います。市長、ではただいまのご質問についてお答えを申し上げます。まず平成24年度考えております、耐震エコ、住宅リフォーム助成事業、これは今年度から始まったわけでございますが、工事についてはしない業者に限るという制限をつけております。そういった意味でまず地域の企業への波及効果は必ずある制度でございます。で、今年度の執行額は今のところ予定では1200万円というふうに想定しております。予算額をかなり下回っているんですが、この要因といたしましては住宅エコリフォーム制度、これはエコポイント制ですね、国の方で予算化されていました。で、当初は12月まではこの制度が残ると聞いていたんですが、夏頃に予算が全て消化されてしまったのでないということで、その際にですね、市としてはエコポイントと同様の工事をするときも対象にしますということで周知はしたんですが、なかなかそれが行き届かなかった点もありまして執行額が伸びなかった、そんな状況でございます。で、エコポイント制度自体は国の補正予算で復活をしました。その復活以降ですね、多くの問い合わせがありましてかなり伸びてきた、こんな状況であります。で、実は今もいろいろ問い合わせがある状況でありまして、必ず成果が出てくるというふうに私は思っております。で、また今年度は、太陽光発電パネルのみの設置の場合は対象になりませんでした。ということでエコポイントのですね、回収をしながら太陽光パネルを設置する、この取り組みは2件しか実績としてはございません。で、しかしながら太陽光発電を設置したいんですけどもと、使えませんかという問い合わせがたくさん来ておりましたので、そういう意味では今年度、すみません、平成24年度で今予算案として出させていただいています。制度でかなり の効果が期待できる、このように思っております。そういったことから従前のエコ、住宅リフォーム助成制度に、戻るという考えはございません。一番松原太郎君。森山氏が従来行っていた住宅リフォームは平成15年から3年余りされておりました。その当時でも7000万円に対して20倍の工事があったわけです。経済効果20倍以上ございました。その当時は他市からも非常に問い合わせがあり、森山氏は先進的な取り組みをしていたと思っています。そして今おっしゃられましたけど、さらに一般リフォームでも対象すればもっともっと仕事おかしが増えて地域経済良くなると思っています。昨年の6月議会、そして9月議会には請願書も出しました。6月の時には本当にリーマンショック以来建設関係が冷え込んで、個人業者を中心に請願書を出しました。9月議会には建設業界の団体の請願もございました。そういったふうに本当に市民であったり業者の方はそういう要望は多くございます。ぜひとももう一度前向きに検討いただけますように要望して次の質問に移ります。次に第5期介護保険計画について健康福祉部理事に伺います。介護保険料についても12月議会で小牧議員が県下で一番高い介護保険料はこれ以上の値上げはすべきではない、基金の取り崩しなどで引き下げるべきと求めました。しかし示された第5期の介護保険料は基準保険料で見れば月額4400円が4750円と引き下げどころか約 7% の引き上げになっています。そこで以下3点についてお伺いいたします。一つは引き上げ幅を抑制したとはいえこれまで以上に高くなったのは事実です。今回の引き下げの算定根拠、その理由を示していただきたい。二つ目は県の財政安定化基金及び市の財政調整基金の全額取り崩し、市の一般会計らの繰り入れについてはどのように反映されたのでしょうか。3つ目には所得の少ない人には法定的に段階的な保険料制度がありますが、本市独自の保険料、利用料の
減免制度を設けるべきと考えますが、いかがですか。お伺いします。健康福祉部理事。はい、議長。松葉議員の第5期の介護保険事業計画のご質問について、1点目の第5期介護保険料の算定根拠と、2点目の県の財政安定化基金及び市の財政調整基金の取り崩しについてまずお答えをいたします。第5期の介護保険料につきましては、今後の高齢者数の増加に伴います要介護認定者数の増加や市内介護サービスの充実を図りますこと、さらに今回の介護報酬額の改定等によりまして、第5期の3年間の介護給付費の見込み総額を約118億4000万円と算定をしております。そのうち第1号被保険者が負担されます額が約24億8000万円でございます。そこから今回の県の財政安定化基金の本市への返還分と市の介護保険財政調整基金取り崩し額を控除した額を第1号被保険者数で除した結果、介護保険料基準額を4750円としたものでございます。なお県の財政安定化基金から本市へ返還される見込み額は約2024万円となっております。また本市の介護保険財政調整基金につきましては、今年度末で約1億7000万円となる見込みで、そのうち約1億2000万円を取り崩すこととしております。なお市の一般会計からの繰りについては行っておりません。次に3点目の本市独自の保険料利用料の減免制度についてお答えをいたします。議員ご指摘のとおり、本市では現在被保険者の所得に応じまして8段階の保険料額を設定しており、所得の低い方にも一定の配慮を行っております。議員ご指摘の市独自の保険料利用料の減免につきましては、介護保険制度は40歳以上の被保険者が保険料を支払い、みんなで助け合う共助の仕組みで運営されていますことから、一律に保険料や利用料を減免することはこの共助の仕組みに反するとともに、被保険者間の不公平を生む可能性がありますことから、実施する考えはございません。以上、答弁とさせていただきます。1番松葉栄太郎君。では再度お伺いをいたします。もし本市の財政調整基金を取り崩しをしなかった場合、どれくらいの介護保険料となったのか、また基金の全額1億7000万を取り崩した場合、どれくらいの保険料になったのか、そしてなぜ全額取り崩しを行わなかったのか、またできないものなのか、理由をお聞かせください。健康福祉部理事。はい、議長。それでは、お答えをいたします。まず1点目の、本市の、財政調整基金を、取り崩しをしなかった場合でございますが、その場合、第5期の介護保険料記入額は約5000円となる見込みで、ございます。また次の、また、基金の全額、1億7000万円を、取り崩した場合、全額取り崩しをした場合、どれぐらいの保険料になるかということでございますが、約4650円となる見込みでございます。そして、なぜ、市の基金を全額、取り崩しを行わなかったのかということでございますが、基金の、取り崩しにつきましては、平成24年から始めます第5期の、計画期間中に、当初の見込み以上に今後、介護給付費が増大したり、また保険料収納率が低下するなど、介護保険財政が悪化する、不測の事態に備えますとともに、さらに、次の第6期の介護保険事業にも備えるため、一定の基金を確保した中で、基金の全額1億7000万円のうち、今回1億2000万円を取り崩したものでございます。以上でございます。1番松葉栄太郎君。
今のご答弁で、基金を全部取り崩しても4650円ということでした。そして、まあ、将来向けて、まあ、5000万を残して、まあ、いろいろやったような感じがいたしましたけれども、それであればもう少しですね、その負担を軽減するためにもう一つお伺いをいたします。市独自の減免制度についてですけれども、まあ、先ほど教授の仕組みに反するから実施の考えはないということでしたけれども、今でも高くて払えない、また引き下げてほしいという声はたくさん聞きます。その対策案といいますか、現在の8段階の保険料設定のうち、基準の第4段階以下の低い所得層にもう1段階増やすとか、その段階保険料の設定見直しで、市民の要望に応えるべきと思いますけれども、いかがでしょうか。健康福祉部理事。はい、以上。まあ、現在第8段階の保険料を設定しておるわけでございますが、先ほど言いましたように、まあ、現制度におきましても、低所得者への配慮を行っているところでございますが、まあ、他市場の状況を見てますと、この区分をさらに細かくしているところもあることは承知をしております。本市といたしましても、まあ、今後、さらなる高齢化が進行し、まあ、介護給付費が伸びていくことが予想される中で、低所得者の方の保険料の負担の課題につきましては、これまでも介護保険運営協議会の中でも課題として議論をしていただいているところでございます。そうした中、議員ご質問の所得に応じた保険料の代管区分の第4段階以下の設定の見直しにつきましては、それにより全体として保険料の収入が減少することの影響等も考慮する中、さらに平成24年度から始まります第5期の介護保険事業の進捗状況も見る中、引き続き庁内や介護保険運営協議会の中で議論を深めてまいりたいと考えております。以上でございます。1番松林太郎君。介護保険については3年ごとの見直しがされています。値上げをされてどんどんとやっているわけが、まあ、現状でございます。今のは保険料は年金で自動的に転引されたりとか、まあ、保険料を払えど介護なしと言われる介護難民も増えてきています。ぜひとも今ご答弁いただきましたように、段階保険料の見直しなど負担軽減に向けて取り組んでいただきますようお願いを申し上げて、次の質問に移ります。3点目は地域交通対策事業について、環境生活部長にお伺いをいたします。市長の施政方針にもあります住みやすさ日本一の町守山の実現、その重点事業として住みやすさの充実、活力のある町づくりの実現が提案されています。その具体的施策として、地域交通の充実、中でもコミュニティバスの導入は以前から多くの市民の要望でもあり、早急な対策が求められます。昨年度より自治会に出向き、各地域での問題点や要望などを聞き取り調査をされていますが、路線バスの対策だけでは市民が直面している公共交通の手段を充実してほしいという願いの解消は難しいのではないでしょうか。去る2月6日に都市活性化特別委員会で静岡県富士宮市のコミュニティバス、通称宮バスの視察研修に行きました。委員会でも報告いたしましたとおり、力の持ち出しを最小限に抑えるためにバス停オーナー制度で財源を確保したり、利用が少なくなって収支率が 50% を切ると市民同意の上廃止するなどの工夫をされています。これらが全てがいいかどうかは別にして、行政と自治会、バス会社がまさに三位一体となって運営方法を協議し、バス会社と競合するのではなく共存共栄していく方法は、これから導入を検討する本市にとっても大変参考になると思われます。そこで以下3点についてお伺いをいたします。一つは、地域交通における自治体の役割は何か、市の基本的な考えをお聞かせください。2番目に、当初予算では研究委託費525万円が計上されていますが、市長の施政方針では12月を目途に地域交通の
充実策について具体的に取り組んでいくと表明をされました。大変期待するところでございます。導入の具体的スケジュールをお伺いをいたします。3つ目にコミュニティバス導入に向けて今後の課題となる点は何か認識をお伺いをいたします。環境生活部長。はい、部長。それでは、地域交通の対策事業についてお答えをいたします。一つ目の地域交通における自治体の役割につきましては、地域や企業、交通事業者と連携する中、自動車を運転できない市民、高齢者やお子さんなどに対し、通学、通院、買い物など日常生活に必要な移動手段を確保させていただくこと、また高齢化が進行していく中、高齢者の外出を促し生きがい作りや健康作りに寄与すること、さらには障害や年齢に関わりなく、誰もが円滑に移動できる地域交通を重視していくことが、自治体に求められていることとお考えてございます。2つ目の、新たな地域交通の導入に向けた具体的なスケジュールにつきましては、2月21日に設置を行いました地域公共交通会議におきまして具体の計画を提案させていただき、議論を進める中、議員の皆さんもとより市民の皆さんのご意見もお聞かせいただき、市民、交通事業者、行政が一体となり12月を目途に、誰もが使いやすい持続可能な地域交通の導入を進めてまいります。3つ目の、交通空白地域における都市団の保護に確保に向けた、課題につきましては、中洲ふれあい活動の会に見られます、共助による高齢者の移動支援や、デバンド型乗り合い方式による移動手段の運行なども含め、検討が必要であると考えてございます。また市街地につきましては、多くの方からご要望ございました病院をはじめとする公共施設や大型店舗を循環する新たな移動手段が必要であると考えており、これを導入することによりまして、市街地の交通空白地におきましても一点改善が図られるものと考えてございます。市民の皆さんにとって誰もが使いやすい地域交通となるよう十分にご意見をお聞きするとともに、地域交通の充実は市民の皆様に乗って育てていただくことが大切であると認識をしておりますことから、そうした機運の醸成が不可欠であるというふうに考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。1番、松前栄太郎君。今ご答弁いただきました中で、市街地については、新たな交通手段といいますか検討中ということですけれども、具体的にこの市街地というのはどこら辺を指しているんでしょうか。私がいろんな方からご意見もらっているのは、具体的には多摩津学区であったり中洲学区であったり早野学区であったり、そういった方たちも本当に交通の便が悪い、実際にバスに乗ろうにもバス停まで歩いていくのも大変だと。だからなんとか困るに効くコミュニティバスをしてほしい、こんな子が一番多いわけです。したがってこの12月目途にこう計画されていますけれども、この市街地という原点なんですけれどもね、具体的にはどこら辺を指しておられるでしょうか。環境生活部長。はい、はい、議長。当然、地域交通の充実につきましては、以前から申し上げています地域、路線バスの充実、これはもう基本でございます。そういった中、教授によります高齢者の移動支援、これもまた合わせて検討していく内容でございますし、デマンド型の乗り合い方式、こういったものも、今後の課題と考えてございます。そういった中で、循環する新たな具体的、移動手段、これも今申し上げたようで大事な取り組みの一つと考えてございました。これらを総合的に検討を、公共交通会議の中で議論をさせていただきます中、検討しているということでございます。以上です。一番、松葉太郎君。今のご答弁で多くの、その市民の方が期待をされています。早野学区であったり、今言いましたようにね、どの学区、すべての学区に対してそういった新しい交通手段ができるのかどうか、そのことについて非常に注目されていますので、もうちょっとその辺についてお答えいただけませんでしょうか。環境生活部長。はい、部長。はい、十分、今回33の、自治会の方にそれぞれニーズをお聞きをさせていただいてございます。議員おっしゃったとおり、この地域交通の充実につきましては、皆様が大変ご期待もしていただいている事業でございます。
先ほど申し上げましたいろんな交通手段手法がございますので、総合的に検討していく中、皆さんに乗って育てていただけるような交通機関をですね、手法を検討していきたいと思ってございます。よろしくお願いいたします。1番松前太郎君。昨日の市長の答弁でも、近江鉄道バスに対して増便であるとか、ルート変更の要望を出したということでございましたけれども、民間バスだけでもなかなか対応できないと思うんですね。やはり民間バスとそして行政が協力しながら新しい交通手段を考えていく、本当に大事だと思っています。やっぱり今求められているのは、市民がこれからの高齢者の方々どうやって交通手段をやっていくのか、私はこの問題については本当に12月目途ということでございますので、本当に市民の期待が大きいと思います。どうかいろんな地域の方でもそういったことが改善されるな、そういった内容で検討いただきますようにお願い申し上げて、次の質問に移ります。4点目は駅前西口の市営駐車場使用料と送迎待機事情について都市経済部長にお伺いをいたします。森山駅西口は朝夕の混雑する時間帯、また雨降りなどの天候が悪い日には特に送迎の自家用車が多く、一時的に止める場所が限られているために、屋根付き通路側、市営駐車場入り口側の2車線、その真ん中を通る車で狭い駅前が3車線状態になっています。バスの乗り降り場所、トイレ前の駐車禁止地帯まで溢れているのが現状です。そうした中を JR を利用する学生やお年寄りの方々が乗り降りしており、いつ事故が起きても不思議ではない状態になっています。しかし市営駐車場は空いています。市営駐車場はお金がかかる、さらに出入り口が出入りしにくいということが大きく影響しているのではないかと考えます。また市営駐車場の駐車料金は30分以内は無料ですが、以降4時間までは30分ごとに200円単位で上がっていきます。送迎用の駐車場とはいえ高すぎるというのが利用者の声です。今議会では議第16号で市営の公共施設の使用料の見直し条例改正案が提案されています。見直しというのなら、使用者が高く使用料が高く設定されている施設については市民の声に耳を傾け、値下げという見直しもすべきではないでしょうか。とりわけ駅西口駐車場の料金体系の見直しや施設改修によって駅前の混雑解消が図られると考えます。そこで以下4点をお伺いいたします。一つは、駅前市営駐車場の料金体系及び現在の料金体系の根拠は何か。2番目に、今回の使用料見直しの中でなぜ駅前駐車場の使用料の見直しをされなかったのか。3つ目に、駅前の朝夕の送迎時混雑を解消する手立てを講ずるべきと考えますが、いかがでしょうか。4つ目に、駅前駐車料金を無料もしくは値下げすることで所定の駐車を促すことや植え込みを除去して駐車スペースを広げるなど対策を講ずるべきと考えますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。都市経済部長。それでは、議員ご質問の駅前西口の市営駐車場使用料と送迎待機場についてお答えを申し上げます。現在の森山駅前の西口の駐車場は、平成16年度に森山駅西口広場再整備事業の一環の中で、駅送迎の一時待機や森山駅、森山市の駅前の総合案内所などの一時駐車のために駐車場として、身体障害者用のスペースも合わせて10区画を整備を設置をしたものでございます。ご質問の料金体系につきましては、当時利用想定による使用料と運営管理業務費および設備等の減価償却費を精査して設定をしてございます。なお、駅送迎の一時待機や、その他駅を含む施設利用者の一時利用のためのにつきましては30分無料となってございます。長時間の駐車を助長することがないよう有償により抑制をしてございます。次に、使用料の見直しについてでございます。
受益と負担の公平性、公正性の確保の観点から見直しを行いました。当初の利用設定による使用想定による使用料と、現在の利用実態による使用料が乖離ございませんでした。結果として据え置くことになりました。次に朝夕の通勤通学時間帯の天候の悪い日につきましては、送迎の車により混雑している状況を確認をしてございます。そこで混雑緩和の一環として今年度、公安委員会に要望いたしまして、森山駅前の交差点に右折用の信号源示の設置をいただいたところでございます。また今後、公共コースの乗降への妨げになるような、駐停車につきましては横断防止策に一般車両駐停車禁止のシールを添付してまいりたいと考えております。次に料金を無料や引き下げすることについてのご質問でございます。無料等により特定の方の長時間駐車を助長することになり、本来の目的の送迎車等の利用者に支障を来すことにもなりますから、現在のところは考えてございません。また駐車場につきましては駅前の有効量を図る中で配置し、交通安全上植え込みを設置しておりますことから、駐車スペースを広げることは困難な状況でございます。しかしながら駅前西口駐車場を有効に安全にご利用いただくために駐車場への誘導を行えるよう啓発に努め、駅前の混雑緩和を図ってまいりたいと存じます。以上、答弁いたします。一番松林太郎君。それでは再度3点ほどお伺いをいたします。一つは長時間駐車を防ぐために高い料金設定をしているとのことですけれども、それにしても30分ごとに200円単位で上がり、上限のない青天井料金というのは現在は市民には受け入れないと思います。せめて、最長でも2000円とか3000円とか上限だけは設定すべきと思います。今は長時間止める人は民間の安い駐車場に止められます。ぜひ上限設定することについてお聞かせをください。次に看板の問題です。確かに今駐車場の埋め込むところに小さな看板がございます。30分無料と書いた看板でございます。私もそういう話を聞きまして見に行きましたけれども、なかなか探すのも大変である。その横に車が止まっていると全く存在すら気がつかない、そういったことがございました。ぜひとも看板についてもですね、大きさであったり、また高さであったり、場所であったり、本数の改善をすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。そして3つ目に、送迎の待機場所ですけれども、そこにラインを引いて、ここにちゃんと止めるんですというような、なんかその表示をね、台数を決めて、そういったことも検討されたらどうでしょうか。以上3点お伺いします。都市経済部長。再質問にお答えを申します。まず1点目、駅前の西口の駐車場は、駅送迎のおよびまた駅利用の利便性を図ることから、一時的に待機および、利用を目的として、設置をしてございます。あくまでも長時間利用を抑制し、より多くの方のご利用をいただくことから一時利用を想定してございます。また駐車、有料駐車されました利用状況の分析でございます。けれども1時間以内がほとんど半数でございます。1時間30分では 70%、 2時間までは 84%、 4時間では、駐車場の全体の 95% となってございます。このことから目的の趣旨を踏まえて料金の上限設定は考えてございません。ご理解賜りたいと存じます。次2点目の30分の無料の看板につきましては、有効に駐車場を利用いただけますよう現状を勘案して、看板の位置と調整するなど考察をしてまいります。3点目につきまして、送迎待機場についてございます。ラインにより、枠を設けることは一定の車両の長時間駐車を助長することにつながる恐れがございます。その脇を通行され、通行帯がさらに狭くなりますことから、
現状を考察してまいりたいと思います。以上答弁といたします。一番松田栄太郎君。いずれにしても本当に混雑時は危険な状態です。事故が起こる前に早急な対策を取っていただけますように要望して、最後の質問に移ります。5点目は文化財の保護について教育部長にお伺いをいたします。矢島町に一休さんゆかりの寺で知られる臨済宗大徳寺派の聖林寺があります。先日の守山市民新聞でも大きく取り上げていましたが、2月25日に住職のご講演により貴重な文化財を見せていただく機会を得ました。この聖林寺は今から540年前の1470年頃にとんちで有名な一休さんが開いた参加寺の一つです。一休和尚は約20年間ここ守山矢島の聖林寺に出入りし、一休和尚が残した文化財が本山大徳寺の真珠庵、京田辺市の周王庵一休寺と、そして守山の聖林寺の三か寺に残されているのだそうです。聖林寺所蔵の聖徳太子昭満経降参図は昨年韓国ソウルの国立博物館にも出品され大きな話題となり、現地の本にも紹介されたようです。また憲法着色物涅槃図は滋賀県文化財に指定されて、一休宗純和尚木座像など6件が守山市文化財に指定をされています。しかしこのお寺に所蔵される文化財はこれだけではありません。他にも一休さん直筆の手紙など数十点と言われる未指定の文化財が宝蔵庫に眠っています。こうした文化財が500猶予の年月を得て今もしっかり保存されているのは、現在の甲斐道清住職をはじめ歴代の住職がしっかり管理してこられたからであり、このような貴重な文化財が守山市に存在していることは市民の誇りでもあり、守り残していく責務があると思います。先に述べました本山大徳寺の真珠庵、京田辺市の周王庵一休寺に所蔵されている文化財はすでに専門家による調査がすべて完了していることを見ても、ここ聖林寺所蔵の貴重な文化財の本格調査を行うことが早急に求められると考えます。そこで教育部長にお伺いいたします。補正予算で調査予算が組まれましたが、聖林寺の調査スケジュールはどうなっているのでしょうか。2番目に聖林寺の所蔵する文化財を対象に本格調査を実施し、文化財保護に向けた取り組みを進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。3点目に今後も市内の文化財を継続的に調査研究していくべきと考えますが、取り組みの考え方をお伺いをいたします。教育部長。松葉議員、5点目の文化財の保護についてお答えをいたします。まず聖林寺の文化財調査のスケジュールにつきましては、この3月の12日に滋賀県教育委員会職員や専門家により聖林寺の宝物目録にございます、絵画彫刻工芸品書籍典籍など多岐にわたる、美術工芸品、60点余りを対象に調査を実施する予定となっております。次に聖林寺所蔵の文化財の本格調査と文化財保護に向けた取り組みについてでございますが、県教育委員会並びに琵琶湖文化館などの関係機関と連携しながら宝物目録以外の聖林寺所蔵の実態を把握した上で必要があれば改めて調査を実施し文化財を保護してまいりたいと考えております。次に市内の文化財の継続的な調査研究につきましては、これまでも市民の皆様方や県教育委員会の情報をもとに未指定の文化財調査を実施しております。例えば佐津川町下新川神社神輿蔵から見つかりました銅鐘は、調査の結果和漢金工鐘という種類の鐘で
この種の金で年代の分かるものとしては日本最古であることが判明し、現在県の指定文化財となっております。このようなことから今後とも市内に守り伝えられる未指定の文化財を対象とした調査を継続的に実施し、歴史文化遺産である文化財を時代に継承するよう、努めてまいります。以上答弁といたします。1番松林太郎君。ぜひとも予定通りよろしくお願いいたします。価値ある文化財は公の宝、公の宝として重要文化財等の指定を行い、将来にわたって積極的な文化財保護を図られることを要望して私の質問を終わります。ありがとうございました。